はい、こんにちは、えー。今回はアインシュタインの業績を8個紹介していきたいと思います。あの、アインシュタインと言ったらね、個人的にはこれまでの物理の歴史で一番の天才だと思ってます。あの、最初からそう思ってたわけじゃなくて、勉強が進むにつれて、進めば進むほど、まあ、やっぱアインシュタインが一番だなとね、思うようになったんです。で、これがその科学勉強したての高校生とかどう思うのかなと思ったので、その当時の予備高校生やった時に、生徒に、 科学者の中で一番頭の人って誰だと思うって聞いたら、それと何を聞き間違えたのか、ウォルト・ディズニーって答えたんですよ。だからあの、ターブ・テラーよりもね、怖い目に合わせてやりましたけれども、まあ、今回はですね、個人的には一番天才だと思っているアインシュタインの業績を紹介していきたいと思います。えー、まずはですね、最初の3つはかなりね、有名なものになってしまうんですが、えー、これらはね、知ってるよって人もね、今回はもっとたくさん紹介してくるので、ぜひ最後まで見てください。えー、まず1つ目、高量子仮説ですね。これめちゃくちゃすごい業績なんですが、 どんな内容かというと、振動数 μ の光は、Hμ っていうエネルギーを持つ粒子の集まりだって言ったんですね。これが光量子仮説って言います。で、この仮説を使うと説明ができる現象があって、それが光電効果ってやつですね。えー、図を使って説明します。金属などのね、ところに光を当てるんです。光を。そうするとそこから電子が飛び出すと。 はい。こういう現象を光電効果っていうんですが、えー、従来の物理学の考え方ではもう光は完全に波だったので、光を波として考えるとですね、全くこの現象を説明することができなかったんです。ただ、アインシュタインはこういうね、仮説を唱えて、もう光を粒子として考えましょうと。そうすると見事にね、この光電効果が説明できたという話なんですが、ここまではね、よくある話で、ただ、これがすごいのは何かっていうと、アインシュタインもちろんね、なんとなく光電効果見て、うん、なんか光粒子って考えたらうまくいくぜって言って適当に考えたわけじゃないんですよ。 あの、アインシュタインはしっかりと他の物理学から、具体的には、熱力学とか統計力学の知識とかね、それまで知られてた実験事実を元にですね、もう大胆にこういう仮説を唱えるんです。だから、これはね、むしろおまけなんですよね。これを発表した論文の中では、もう、高電効果はですね。まあ、おまけです。しっかりと、これまでの物理学から、熱力学と統計力学っていうね、物理学を使って、こう考えられると結論をつけて、で、この仮説のもとですね、これを考えたら、光電効果で説明できるよね。そんな話なんですよね。 で、これがすごいのがですね、えー、この研究がもとにですね、量子力薬って分野が、えー、発展していきます。もう量子力薬って言ったら、ね、もう現代の物理学では欠かせない、もうね、物理学が当たり前に習うようなものなんですが、そういったところね、本当の始まりの始まりの部分に当たる、えー、大きな研究の一つです。まあ、だからね、アインシュタインってあまり量子力薬とね、相性のいいイメージがないかもしれないですね。むしろそのよく知られているのはアインシュタインが量子力薬嫌いだったみたいな話の方がね、有名なので、 なんか勘違いしてる人もね、すごく多いんですが、アインシュタインは、量子力学が嫌いというより、むしろですね、量子力学を作っていった超本人なんですよ。ただまあ、それが、ゆ、えー、くゆくはですね、今回お話ししますが、まだね、完璧なものじゃないと信じてたので、まあ、いろいろね、その量子力学について、まだその不満があったというのは事実です。ただ、なんか嫌いなね、人じゃなくて、量子力学を作った人なんですね。それをね、えー、少なくとも今回知ってほしいなと思います。はい、一つ目がこの、えー、考量子仮説でした。そして、 次行きましょう。こっち側。ブラウン運動の理論ですね。個人的には、これがですね、アインシュタインの業績の中で、まあ、一番自分のね、専門分野とも近くて、一番好きな研究結果です。何かお話ししましょう。ブラウン運動って知ってますかね、えー、高校科学でも習いますよね。あの、コロイドっていう単元で。もうコロイドね、どう考えてもね、他の科学の分野よりも何もね、面白くなくてあの、人気ないと思うんですけど、コロイドの中で、ブラウン運動ってやつあったら覚えてますか、まあ、こういうね、ある程度の大きさを持った、 粒子が液体とか気体中にいると、不規則な動き方をするんですよね。決まった動き方じゃなくて、不規則な動き方をすると。普通自然界の、ね、物体の運動って、物を落としましたとかね、投げましたとかっていう時には、ほぼね、決まった軌道を描くわけだけども、こういったね、液体や気体中のまあやや大きな粒子っていうのは、すごくね、このランダムな運動をすると。で、この原因はですね、えー、長いと分かってなかったんですね。なんだこれはと。人によってはね、もうこれは生きてるんだとかね、言ってた人も言います。ただ、アインシュタインは何を考えたかというと、 こいつっていうのは、周りにあるもっと小さい粒子、分子ってものがあって、こういうふうに。例えば水中だったらこれ水の分子ですね。そういう分子がこいつにコツコツ当たって、それによって、ランダムに不規則に方向を変えてるんだよと。より正確に言うと、この周りの分子の熱運動によって、こういう粒子は衝動してですね、不規則に動くんだと考えたんですね。 で、そうやって、そういった考えのもと出てくる式がですね、これ、アインシュタインの関係式っていうんですが、もうアインシュタインのコニャララ式ってやつはね、多すぎて分かんなくなると思うんだけども、これがですね、いわゆるアインシュタインの関係式と言われるやつの一つです。はい。D イコール NA 分の r t ミューと。一、えー、つ一つの文字を説明します。D が拡散係数ってやつですね。こいつがまあ、どれぐらい遠くに行くかってのを表してます。で、NA が、これ、皆さんおなじみ、アボガドの定数ですね。1モルの個数。 で、r が、これもお馴染みの気体定数、t っていうのが温度、nu っていうのが液洞度ってやつです。まあ、液洞度っていうのは、ま名前の通りね、動きやすさを表してるんだけども、これ、液洞度はですね、えー、その、使ってる、例えば、液体だったら液体の粘性係数っていうドロドロ具合と、入ってる粒子の半径から計算できます。もちろん、温度は測れるし、気体定数は決まってる。そして、この拡散係数 d っていうのは、さっき言ったみたいに、どれだけね、その動くかっていうのを表す、えー、数字です。で、 実際に不規則な運動だから決まった数字にはならないんだけども、たくさん実験を繰り返して平均を取ることができるんですね。その平均からですね、この D は実は求まります。それもね、示したのはアインシュタインなんですが、この D はだから測れるわけですね。そうすると、この中で今測れるって話をしていないのは NA だけですよね。だから実は D も R も T も μ もわかってるので、そこにですね、数字を入れれば、この式から NA 求められるんですね。で、この えー、アインシュタインが発表した年数の3年後にですね、実際にこれを実証する実験が行われて、このアインシュタインの関係式から出てきたアボカドの定数の値が、他の実験から知られてた、ね、値とほぼ一致したので、うおっと、本当にこの考え正しいんだってことになりました。で、人によってはですね、これの何がすごいんだと思うかもしれません。なんかまあね、こいつが大きい粒子だったら周りの水分子に衝突するぐらい、俺でも考えられるぜって、ね、思ったかもしれません。そうでないんですよね。 何かっていうと、当時ですね、まだ原子や分子の存在は懐疑的だった人がたくさんいたんです。その原子や分子っていうね、めちゃくちゃ小さいものが存在するとすると、うまく説明するようなものもたくさんあるけども、だからといってね、本当に存在するとは限らないと。だからまあその理論的にはね、そういうものが出てきて、それを使うとうまくいくけども、それは実態とはね、関係ないだろうってことで、原子や分子の存在は、この時はまだですね、懐疑的だった人も多かったんです。ただアインシュタインがもうね、こういうような理論を作って、そうやって考えたもとで出てくる式がですね、 ま完璧に他の実験でたくさん一致したので、もうね、原子や分子の存在は疑いのないものになっていきましたと。だから、ね、これもね、あまり知られていないかもしれませんが、アインシュタインがですね、原子や分子の存在をその確立させた立役者の大きな一人なわけです。はい。もちろんね、実験した人もね、すごく、えー、大事な業績なんだけども、その元となるね、理論を作ったのがアインシュタインということになります。はい。まあ、あまりね、その知られてないような業績かなと思うので、ここで知ってくれたら嬉しいです。 そして、まあ、ここに書いたね、やつはかなり有名かもしれません。特殊相対性理論ですね。これ何かっていうと、前提として高速度普遍の原理と相対性原理っていうのを使って、新しい物理学をですね、ここから生み出していったって話なんですね。これまでの物理学の常識では、この中に絶対的な空間とみんながね、共通で使える時間っていうのがあって、それを舞台に物理学っていうのを考えてきたんだけども、まあ、そうじゃないよと。そういったスタート地点にはですね、こだわらずに、 この二つの前提だけで、これが正しかったらどうだろうって物理学を考えた結果ですね。まあ、いわゆる有名な、え、動いてるものの時間が遅く進むとか、え、縮むとかっていうふうな、すごく、まあ、言ったら直感と反するようなですね、結論がたくさん出てくるんです。で、これがですね、もう本当に実験結果と合うので、正しいとされて、まあ、すごくね、その、世間に影響を与えたんだけども、この研究が、えっと、与えた大きいインパクトっていうのは、これですね、一言で言うと。 時間と空間の正しい理解を人類に促したと。これまで今言ったみたいに絶対的な空間、絶対的な時間があるとね、という前提で仏が考えてたけども、そうでないと本来の姿はもっとね、不思議なものなんだよっていう。もっと自分たちが想像しているような直感的なものじゃないんだよってことをですね、強く訴えかけたわけです。時間と空間の理解、それを促したと。まあ、よくなんか、特殊相対セリオンのね、凄さを表すときにアインシュタインのね、その過去のセリフを使ってこう取り上げられることがあるんですね。 アインシュタインに相対責任って何ですかって聞いたら、なんかまあ、こう答えたと。その恋人といる一時間ってめちゃくちゃ短く感じるだろうっていうね、話があるらしいんですよ。まあ、本人がね、まあ、言ったかどうか別にあの、事実は知らないけども、まあ、どうやらなんか言ったらしい。で、それをなんかね、誤解してしまって、なんかその時間がね、縮むとかっていう話を聞いたときに、時間がそのね、遅くなるですね。遅くなるって話を聞いたときに、なんかあれだろうってね、恋人といる時間が短く感じるやつだろうってうね。 言ってしまう人はいるんですけども、あの、そういう生物的なね、時間、生物学的な時間、そのなんか、幸せに感じる時間の方が短くて辛い時間長いみたいなものとはですね、この相対性理論で出てくる時間が遅くなるとかっていうものはですね、全く関係ないんです。だから、アインシュタインももしかしたら、あの、まあ、ジョークで言ったか、もしかしたらですね、これ個人的な完全な、あの、なんだろう、えー、憶測なんですけど、まあ、諦めていったんじゃないかと思って。 そのなんか相対性理論にして教えてくださいって言われたのがいっぱい頑張ったことあるけども、誰も、うん、一言で言うととかね、その適当、なんか適当なこと言ってて、アインシュタインがもう、うん、もういいや、もう恋人といる時間、短く感じたの、それが相対性理論だ、よ、はいよはい,はいっていうふうにね、言ったと思ってるんですよ。だから、あのー、あれは全く、なんだろうな、よく誤解されてしまう話なので、そういったその感覚との時間関係ないです。本当に物理学としての時間がまあ、いったら伸び縮みする。 えー、という結論が出てくるのがですね、この特殊相対性理論になります。えー、詳しく知りたい人はですね、えー、このチャンネルに特殊相対性理論の動画があるので、ぜひ見てください。えー、恐ろしくバズってます。はい。皆さんもそのね、バズに乗っかりましょう。はい。ということでですね、えー、この研究をね、紹介したんですが、なんか、この版書見て思いません間違いのない間違い探しみたいになってませんかねそうなんですね。これ、版書のミスじゃないんですね。どれも1905年なんですよ。嘘でしょっていう。これ1年間の。 この1905年っていう1年でですね、どれも発表した結果なんですね。信じられますこれ。この、間違いじゃないですよ。本当にそうなんです。だから1905年って奇跡の年って言われてます、えー。人類のですね、物理の世界観を大きく変える研究3つなんですよね。まず1つ目は量子規約って今ね、当たり前になっている。この、新しい物理学の扉。そして、原子や分子っていうね、まあ、今ね、考える元となっている。この存在確立させたと。 えー、そして、この、時間と空間の理解と。今ではもうセットでね、切り離せない感じだと分かったので、時空って言われたりしますね、セットで。時空。はい。こういったもう物理の世界観を大きく変えるような研究が、たった1年間の間にですね、発表されたと。だから、奇跡の年って言います。どうですかね、皆さん。1年間に3回変える。もう部屋の模様替えすらね、1年間に3回しないでしょうと。その、自分たちが1年に3回ね、部屋のね、雰囲気を変えないのに、 アインシュタインはね、1年に3回もね、その人類の物理の世界観をね、変えたんですよ。ちょっと信じられないですけど、これね、本当に、まあ今ね、ざっと説明してるけども、中身見ればね、その見るほどアインシュタインやばいなと思います。はい。ということでですね、まあこれはかなり有名なね、研究かなと思います。まあ、今回この動画をね、撮ったモチベーションっていうのは、これをね、しょあの紹介しようっていうわけじゃないんですよ。本当はこのね、えー、次に出てくる、この195年の、えー、これ以降ですね、以降の研究が、 あまり知られてないけども特に物理学をやる物理学やる人間にとって実はこれもアインシュタインだったんだって経過がねたくさんあるんですよ今回はねそれを紹介したいなのでぜひですねここで満足せずに続き見てくださいでは行きましょう <noise> では1906年固体比熱理論ですすごく名前はね堅苦しいんだけどもこれがどういうものかというと えー、まだね、できて間もない、まだほやほやな、まあ、量子論っていうね、まだ完璧でもない量子論を使ってですね、個体の性質を理解したという、本当に始まりの始まりの研究です。で、これがどういうものかっていうと、その、量子論と統計力学を合わせて使ったんですね。どうして統計力学が必要かっていうと、個体っていうのは、たくさんのね、粒子が並んだものですよね、規則正しく。なので、たくさんの粒子がかかってくるので、その、単一のね、一個だけを見るような物理学でうまくいかないわけです。 なので、統計力学を使う必要があるんだけども、それとね、その量子のとをうまく組み合わせて、個体の性質を理解した初めての研究になります。なのでね、今ではね、その個体を量子力学を使って理解するっていうのはもう当然のように行われてます。というか、物理学の研究の中で一番多いのはそれかもしれません。個体の研究を量子力学を使って、まあ、いろいろやっていくっていう。その本当の始まりの始まりをやったのも実はアインシュタインですよと。すごいですよね。 なので、1906年個体比熱理論。今では当たり前のこの個体の量子論ってやつのね、始まりになっています。はい。そして1915年、アインシュタイン・ドハース効果ですね。まあ、今回もしかしたらこれが一番ね、マニアックかもしれませんが、どういうものかというと、表示生体がありますと。表示生体を自家すると回転し始めるって現象なんですね。で、これをですね、発見します。で、これ研究で発表したんですけども、実はですね、これアインシュタイン唯一の実験に関するですね、 え、発表になります。なので、アインシュタインってね、完全な理論家なのでね、その実験の論文を出したというイメージはないかもしれませんが、実はですね、これがまあ唯一の実験の論文です。アインシュタイン、ドハース、効果と。はい。で、今言ったように、教授生体を自家すると回転するっていう現象なんですが、回転っていうのはこれ言い方を変えたら、まあ、大学の物理学の言葉で言うと、核運動量が変化するってことですよね。核運動量が変化する。で、これが何かっていうと、その、 スピンっていう量がですね、電子にはあります。ここにあの模擬的にね、絵を描いたんだけども、その、電子ってミニ磁石みたいになっていて、よく上向きのスピンとかね、下向きのスピンとかって言われます。その磁石の向きに対応して。で、今言ったのは、そのミクロなスピン、まあ時間にかかってきてるミクロなスピンがですね、その今まで物理学、まあ、力学の世界で考えていた、そのマクロな核運動量ってものに変換される例なんですね。で、この逆もあります。 逆もある。それバーネット効果といって、逆に、えー、自生体を表示生体を回転させると、まあ、弱くね、自家するって現象があって、これが、いわゆるですね、スピンが、スピン核、す、すごい感じだった。スピンが、スピン核運動量とね、えー、言われる理由ですね。スピンっていうのが、その理論の形式的なね、ものじゃなくて、しっかりと核運動量として、えー、扱い事できる。だから核運動量の一種だってことがですね、そういうところから明らかになってくるわけです。 なので、スピン核運動量っていうのは今までね、力学の世界で考えていた、軌道核運動量っていうものに、形をね、変えることができると。スピン核運動量から軌道核運動量、軌道核運動がスピン核運動量というふうに。なので、そういうふうにですね、えー、だんだんと、まあ、今ではこれも当たり前になっている、スピンっていうもののですね、えー、正しい理解が人類の中で進んでいきます。そんな重要な研究も、えー、研究をやったのも、アインシュタインです。はい、アインシュタイン、ドハース効果と。 で、えー、この次ですね、1916年、こっちもね、こっちはですね、有名かもしれません。1年違いだけども、一般相対性理論ですね、えー。これはさっき話した特殊相対性理論をですね、拡張したものです、一般的に。一般的な相対性理論だから、一般相対性理論って言います。その中でも特殊な場合を使うものだから、今ではですね、えー、さっき話したやつを、えー、特殊相対性理論というふうに、ね、名前を分けるわけです。 で何がね、そのまだ入っていなかったかっていう特殊,、えー、特殊相対性理論に、あれはですね、その重力を扱えるようなですね、理論ではなかったんです。これは重力を、ね、正しく扱うようにしたものが一般相対性理論で、よくですね、こういう図が書かれたりします。まあ、物質って,ってね、質量を持ったものが置かれると、周りの時空が歪むっていうね、結論がこの一般相対性理論から導き出されます。で有名なね、ここから出てくる結果を何個かお話ししましょう。 一つは重力レンズ効果って言ってね、かなりね、夢のある名前してるんだけども、その宇宙の、ね、天体などの重力の影響で、光がね、曲げられて起こる現象のことです。だから光がね、その曲げられて起こる現象ってよくレンズで起こるけども、それの重力バージョンだって話ですね。そして、これはね、もうね、SF でもよく出てくるブラックホールってやつですね。これは本当にあの SF の話じゃなくて、物理学の話なんです。ブラックホールっていうのは、一般相対セリ論ンからですね、自然に導き出されます。 はい。まあ、今ではね、その存在はね、実験的に確認されていて、そのスタート部分ですね。で、次に、まあ、時間の遅れ。まあ、時間がね、その,の、伸、えー、び縮みとするとかっていう話は、えー、特殊相対するのうな時にも話したんだけども、これはですね、重力の影響で、より正確に言うと重力場の影響でですね、えー、時間にずれが生じるものです。重力がまあ強いところと弱いところではですね、時間の進み方に差がありますよと。でよく有名な、最近のね、研究の結果として、スカイツリーのね、 高さ、その高低差ぐらいでもですね、確認できるぐらいの時間の遅れが発生します。はい。まあ、それはね、その、時計がすごいからなんだけども、その何秒とかってね、3秒、5秒とかずれるとかって話じゃないんだけども、そのわずかなずれをね、今では検知することができるようになりました。はい。そして、重力波ってやつですね。これが、この一般相対性理論から導き出されるアインシュタインが予言したものなんですが、1916年にね、一般相対性理論が発表されて、 重力波がですね、直接検出されたのは、なんと2016年と。だからちょうどね、100年間かけてね、アインシュタインの予言がしっかりとですね、当たったというわけです。重力波っていう、まあ、重力のね、その時空の小さいさざ波みたいなものが、まあ、高速でね、えー、飛んでいると。それは重力波っていうんだけども、これはですね、2016年に直接検出しました、人類は。はい。ということでですね、こんなね、な,んか,なかなかね、SF に出てきそうな単語がたくさん並んでくるのがですね、一般相対性理論ってものに、 なります。で、一般相対性理論はもう今ではですね、その日常生活の中で出てくる、その目に見える効果かっていうとかなりね、えー、そんなことはなくて、本当にでかいスケールで考えるとかなりね、ようやく、えー、姿を見せてくるというものなので、なかなかね、実感できないんだけども、その重力の大きい、大きい小さいで時間の遅れ感じたことないですよね。なので普通の物理やっていく上ではですね、あまり一般相対性理論使わないんですが、 宇宙とかの、ね、規模のものを考えたりとか、その宇宙の始まりを考えるときにはもう当たり前のようにですね、えー、使っています。なので、宇宙論の本当のベースになるものに今ではなっていると。それが一般相対性理論というものです。えー、ちなみに理論自体はですね、まあ、かなり学ぶのはハードです。えー、特,殊相対性特殊相対性理論は、まあ、かなり簡単な方な部類。その直感に反するところは確かにうってなるけども、特に数学名に関してはですね、かなり楽です。 ただこの一般相対性理論は数学的な面もですね、結構ハードなので、よくね、コメント欄でね、一般相対性理論の解説動画を上げてくださいってね、言われるんだけども、まあ、頑張って投げてみてもいいんだけど、最後まで見てくれないでしょっていうね、まあ、おそらく授業動画を上げたら、まあ、20時間ぐらいになります。なので、見てくれるならあげるけど、見てくれないじゃんってね、思っちゃいますね。はい。ということでですね、愚痴でした。これが1916年の一般相対性理論。まだあります。続き聞いてください。 では、1925年 BEC ですね。これは、ボース・アインシュタイン・コンデンセーションの頭文字を取ったもので、ボース・アインシュタイン凝縮って日本語で呼ばれています。えー、これはですね、どんなものかっていうと、この世の中には2種類の粒子があります。1つがフェルミ粒子ってやつで、電子とかがこっち。そしてもう1つが、ボース粒子ってやつです。この BEC ってやつは、ボース粒子が見せる特殊な想定位のことです。えー、説明しましょう。 え、気温が高い時、つまりまあ常温の時とかは普通に粒子として振る舞っているものがあるとすると。で、物理の世界ではよくあることなんだけども、温度を下げていくと、いわゆる量子性ってものが見えてきて、一つ一つがですね、波のように振る舞い出します。で、もっともっと温度を下げた時に、これが防止粒子だったらこんなことが起きるよと。ここからですね、急に、相転移っていうのが起きて、あたかもそいつらがですね、 大きい一つの波のように振る舞います。はい。これ別の見方をしたいと思います。エネルギー、えっ、ー、と、温度が高い時っていうのは、このね、たくさん粒子がある時に、まあ、いろんなね、えー、エネルギーの状態を取ってるんだけども、その中でも、エネルギーが大きいものがね、大きいと、多いと、こういう感じ。はい。今これはですね、エネルギー表してます。 フェルミン粒子ってやつはですね、同じ、えー、状態を取れないので、この一つのラインにですね、たくさん入れないんだけども、ボス粒子はそういうね、制約がないので、何個でも入れます。ただ、温度が高い時には、その統計的にですね、その高いエネルギーの状態を取っているものが多いと。ただ、これを冷やしていくと、えー、どん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 ですね、下に行く、エネルギーが低いところにいる割合が多くなると。ただですね、ある瞬間に、一気にガッとですね、マクロな個数が、ガッと、 こんな具合に一番エネルギーの低い状態を取りますと。これがですね、ボース・アインシュタイン凝縮を、まあ、エネルギー的に見た図になります。はい。で、すべてがですね、まあ、同じ状態になるので、一つの波として振る舞うと。これがボース・アインシュタイン、まあ、コンデンセーションということなんだけども、普通の相転移とはですね、全然違います。普通の相転移って、例えば有名なもので言うと、水を冷やしたら氷になるっていうね。水、水、水、水で0度で急にガッて氷になる。これがまあ、 大きくね、あるところを境に性質が変わる想定位の代表的な例なんだけども、このボーサインシュタイン縮はですね、水の時みたいに、水が氷になるのって、その水分子たちの相互作用によるものですよね。相互作用によって、あ、まあいうことが起きるんだけども、このボーサインシュタイン縮は相互作用とかじゃないです。完全に純粋にこの量子力学的な統計性だけからですね、出てくる想定位の現象と。アインシュタインはですね、この存在を予言しました。はい。 で、今ではですね、どうなっているかというと、超電導とか、超流動とか、レーザーってもう本当にね、これ、軒並みね、ノーベル賞をね、取ってるような研究に関するものなんだけども、こういったものもですね、まあ最も基本的なメカニズムとなっています。だから当たり前のように今は、もう理解されています。BEC。で、このアインシュタインが予言した形のですね、この防災アインシュタイン凝縮が実験的に確認されたのが、なんとですね、これから70年後なんですね。70年かかりました。 どうしてかかったかというと、その、フェルミ粒子にはですね、電子っていう、まあ、その、ものすごく有名なね、代表的なものがあって、すごくそれは扱いやすいんだけども、BEC はですね、ボース粒子を使わなきゃいけないと。ボース粒子で、その電子に対応するような簡単で軽いものがないんですよね。で、この、転移する温度っていうのは、なるべくですね、その、粒子が軽くないと、めちゃくちゃね、温度をね、冷やさなきゃいけないので、まあ、その、 質量が軽くて防水粒子のものを使いたいんだけども、それがないんですよ。電子みたいな。フィルムニューション電子みたいなものがないので、結局、原子をですね、まあ、一つの防水粒子として見なすしかないんだけども、どうしてもね、重くなってしまうので、めちゃくちゃ冷やさなきゃいけないと。だからね、冷やす技術とかがなかなかなくて、このアインシュタインがね、予言した形の BEC はなかなか見れなかったんだけども、70年後にですね、実験で確認されると。はい。 で、えー、これ2001年はですね、ノーベル賞受賞の研究になってます。それが実験で BEC のね、こういう形の実現と。はい。これがですね、BEC の話でした。えー、統計力学勉強するとですね、えー、割と早い段階でこれに触れることができます。なのでまだね、統計力学勉強してない物理学科の学生はですね、ぜひ BEC 取り組んでみてください。はい。ということで、これがボーソン・アインシュタイン業縮の話でした。次に行きましょう。えー、次がラストになります。EPR パラドックスってやつですね。 アインシュタイン・ポドルスキー・ローゼンっていう論文を提出した人の名前です。で、これがどういうものかっていうと、その、量子力学ってまだ完璧じゃないよねって問題提起した論文,文です。えーえー、話を簡単にしたものをですね。紹介しましょう。こういうものを考えます。一つの粒子があって、これが二つに分裂します。バーッと。で、分裂してめちゃくちゃ遠くに行ったとしましょう。めちゃくちゃ遠くです。はい。で、この一方の、えー、スピンを測りますと。 で、スピンを測った時に上向きでしたとしましょう。そうするとこれ元々角運動量持ってなかったものは角運動量保存則というやつでこれがですねちょうど消えるような反対側のスピンを持ってなきゃいけないよねと。はい。だからまあ逆に言ったらこっち側でスピン測った時に下向きだったら必ず他方は上向きになるわけですね。でもこれって考えたらおかしいよねと。だって上向きって決まった瞬間に こっちが下向きになると。だから影響を及ぼすように見えるよねと。こっちでの測定結果がこっちがめちゃくちゃ離れた場所にもう高速を超えて影響するように見えるよねと。はい。超高速。光の速さをね、超えるような速度で影響を及ぼしているように見えると。で、この光をは、えー、超える速さっていうのは相対性理論で、まあ、その存在はですね、えー、否定されてるんですよね。なのでちょっと物理学的にはおかしいんじゃないかと。 で、これを理解するためには、こんなものを考える必要があると。それが隠れた変数ってやつなんですが、これは何かっていうと、まだね、量子規約は完璧じゃなくて、隠れた変数ってね、我々がまだ、その、知り得ていないものが、一つ一つのね、例えばその粒子のメカニズムを決めるところにあって。だから、もともと分かれた時に、もう自分たちが何か知らないところで、何か変数があって、その値によって、このスピンの向きが上向きか下向きかが決まってると。 ただ自分たちがそれを知らないので、実験するとよく量子論であるような確率的にしか結果が出てこないと。それが確率的に見えるのは、隠れた変数って自分たちがまだ知らない変数があるからだとしたわけですね。だからまあ、量子的約が完璧じゃないですよっていうね、問題提起をしたわけです。だからまあ、アインシュタインがよくね、その量子的約、嫌いだとかね、量子的約を否定したみたいなね、すごく悪い言われ方をするけれども、まあ、量子的約嫌いなわけないですよね。だって自分が生みの親の一人なんだから、すごく大きく発展させた一人なんだから、 量子的規約のパワー自体、凄さ自体認めてるんです、アインシュタインも。それを使うと、すごくね、うまくいろんな現象が説明できる。ただ、まだ完成版じゃないよねってことなんですね。こういうことがあるので、こういうまだ背景が自分知らない背景があるよって言ったんです。こういうようなね、すごく離れた場所で、なんか相関持つみたいなおかしいよっていうような問題提起だったんですが、もともとはね、だからね、パラドックスっていうね、その、今ここでも書いたように、 何かおかしなこと起きてるよって話だったんですが、実はですね、これはめちゃくちゃね、漁師量子力学の深い理解につながっていきます。こういう問題提起があってですね、めちゃくちゃみんないろいろ考えるわけです。量子力学について再度。で、結局ですね、実は1982年に、この隠れた変数っていうね、理論は否定されます。はい。アスペの実験っていうね、有名な実験なんですけども、これによってですね、否定されます。 ね、こういうようなめちゃくちゃ離れた場所でもですね、相関持つっていう非局所相関という、というものの存在がまあ広くね、知られ正しく理解されるようになっていきますと。どうやってね、これ指定したかっていうのを簡単に言うと、これはまあアインシュタインの業績じゃないんだけども、大事だと思うので話します。この隠れた変数ってものがあるとした時に、これ満たされるはずの不等式があるんですね。でも、実験によって、まあ、それがあの、ベルの不等式って言うんだけども、で、 え実際にですね、実験をした人がいて、実験をすると、そのベルの不等式の一種である一つの不等式がですね、破れると。だからこれはおかしいよねと。隠れた変数があるんだったら、こういった不等式満たされるはずだけども、実験によると、そのね、外れたところに結果があると。だから隠れた変数っていうのはおかしいよねってことで否定されたというわけですね。はい。こんなね、ロジックがあります。なのでこれね、アインシュタインがもともとね、量子規約完璧じゃないって言ったね、問題提起だったんですが、 結果的にはですね、その話は間違っていたんだけども、めちゃくちゃ重要な,重要な間違いだったわけです。人類の量子論、量子力学の理解をぐっとね、高めてしまったんですね、逆に。皮肉にもですね。なので、結果的にここに書いたように、量子化の深い、えー、理解につながっていきます。で今ここで話したね、EPR パラドックスっていうのはもちろん今では正しく理解されていて、非局所相関という形で、EPR 相関ってね、言われたりもします。その EPR 相関ってやつは、まあ、今ね、よく名前を聞くかもしれない、 まあ、量子コンピューターとか、量子テレポーテーションの本当に基礎の基礎になってます。当たり前のように使ってます。それを使った技術がですね、まあ、量子通信、えー、量子通信とかですね。なのでもうね、今では、そのなくてはならない存在になってます。EPR 相関。そういうの,のもともとのね、問題提起。そうい非局所相関っていうね、存在をしっかりとね、えー、認知して何かおかしいんじゃないとかってね、最初に問題提起した人が、その一人がですね、アインシュタインなわけです。はい。ということでですね、まあ、かなり熱くなりましたが、 ここでですね、自分が紹介したアインシュタインの業績は以上になります。もともとはね、最初に紹介した3つの奇跡の年のね、論文しか知らない人も多かったと思うんですが、ぜひですね、アインシュタインの凄さ、よりですね、実感してくれたら嬉しいです。ということで、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。